フレキシティフレキシティ、ウィーンフレキシティウィーンは、ドイツベルリンに本社を置く、鉄道車両メーカーのボンバルディアトランスポーテーションが展開する、路面電車車両ブランド。オーストリアのウィーン支電向けに開発された車種である。オーストリアの首都、ウィーンを走るウィーン支電には、1998年から2017年まで、長期にわたって、ウルフと呼ばれる、超低床電車の導入が行われていた。 これは、ウィーン市の歴史的建造物保護当局からの要望に、基づき、連接面に車軸が存在しない、独立台車式一軸台車を搭載し、車輪の外側に、手電動機を設置することで床上高さを2 2 0ト、mm、ルまで下げた車両で、ウィーン市電には、合計227両が導入された。2013年、このウルフに続く、 ウィーン市電の超低床電車に関する入札が実施され、ウルフを展開していたシーメンスとウィーンに、路面電車車両の製造拠点を有する、ボンバルディアトランスポーテーションが参加した、結果、翌2014年に、ウィーン市電を運営するウィーン市交通局は、ボンバルディアを選択し、2015年9月に119両、オプション37両の製造及び保守に関する5億6000万ユーロ分の、 契約を結んだ。これに基づき、ウィーン支電向けの車両として開発が実施されたのが、フレキシティ・ウィーンである。フレキシティ・ウィーンの設計のもとになったのは、ドイツ・ベルリン向けに開発された、フレキシティ・ベルリン及びその技術の基礎となったアドトランツの超低床電車、インチェントロである。これらの車両は車軸を持たない、独立車輪式台車を使用しているのが特徴で、主電動機は、 小型のものが台車の外側に設置されている。フレキシティウィーンはこれらの車種から主電動機の小型化やサスペンションの改良が実施され、重量が軽減されている。編成は片運転台式の5車体連接式で、幅 1300mm の両開き式の上高扉は前方、後方車体に1箇所、中間のフローティング車体に2箇所、合計6箇所存在する。 床上高さは上高扉付近が 215mm である一方、車内はフローティング車体が 280mm、台車が設置されている車体が 350mm と、ウルフよりも高くなっているが、これらは緩やかなスロープによって接続されているため段差は存在しない。車内には箇所のスペースに加えてベビーカー利用客や大きい荷物を有する乗客が、 利用可能なフリースペースも存在しており、これらの箇所には折りたたみ座席が8席分設置されている。また、ウィーンの猛暑に対応するため、冷暖房双方に対応した空調も完備されている。車内照明はエネルギー効率が良い LED が用いられる。2018年から製造が始まり、同年12月6日から営業運転に投入された。 翌2019年までは67号線のみの限定運用であったが、車両の増備に伴い同年9月以降は6号線、11号線など他の系統での運行も行われている。2020年3月には機器の不調のため一時的に全車運行を離脱したが、ボンバルディアが製造した心臓機器との交換が実施されたことで早期に復帰している。 2020年2月時点で8両が導入されており、発注分の119両は2025年までに製造を完了する予定である。これにより、長年にわたって使用されていた高床式車両の e 1系電車は全車引退することになっている。グラーツ市電を走るフレキシティ、ウィーンオーストリアの都市、グラーツ市内を走るグラーツ市電では15両の 超低小電車の導入を予定しており、受注を狙うボンバルディアトランスポーテーションは2019年10月15日から同月末までフレキシティウィンのデモンストレーション走行を実施した。その間の塗装はラッピングによる緑色を基調としたものに変更されている。ありがとうございます。